町田美雪です。大学の時に考古学を専攻していて、土器など原始的なものづくりに興味がありました。陶芸を始めたのは16年前になります。10年ほど前からは主に磁土を使用し、素材の特性を生かした作品作りを心がけています。作品の特徴として生地の白さを生かした釉薬の表現があります。色彩は淡くすりガラスのような質感を出しています。また白の中に色のついた土を混ぜて練り込みの技法なども取り入れています。今後も素材と向き合ってより良い作品を作っていきたいです。ぜひ手に取って質感や色彩を楽しんでいただきたいと思います。